私は網人間。私はバッカン人間。二人合わせて釣り人間。人間って人間って言った。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。パパ。はい。これ何かわかる？そう何？カメラ。カメラ。うん、ああチェキやろ？そう裏もちゃんと。まあ今日荷物がバーン2個届いてるけど、これ何かわかる？これシュガーこれ？何やろ？これチェキやない？でいっぱい返してきて何かわからんけど、ちょっと開けてみてください。開封動画です。こっちがいい。はい。多分これ釣り道具。それハサミ置くと。さあ何かな？チェキかな？あ、アジと書いてるカバンやもん。アジと書いてるカバンやもん。おお正解。絶対チェキじゃないわ、そう軽すぎやもん。しかも箱も大きすぎやし。重さチェックしては？アマゾンって大体大きめに来る気ね。箱は。え、じゃあ中身は結構ちっちゃいの？中身はチェキかもしれない。でも軽すぎや。箱の大きさから想像できんぐらいのチェキか。絶対違う、そうそう。絶対違う、絶対違う、絶対違う、チェキじゃない、絶対違う、チェキじゃない。3、2、出たもん。バカーン、なんでしょこれ。チェキやない？釣り道具やんか、情報。ねえ、何このかも変な形してるんだけど、なんでこんな。ねえ、チェキじゃない。何やったか、ちょっとこっち見せて。ねえ、なんでチェキ。おー、いいやん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 。ねえ、これすごい、透明やん、周り。今までのとの違いに気づいた？このバッカンはいつもと違うのはどこ？ここが透明。そう、ということは、魚を入れたら見える。はい、じゃあこっちのネットは開けて。え、いつもと違うところ、どこかわかる？なんかあの、布のところが布わかる、わかる、わかる。この網のね、ここのそうそう、ここが違う、なんかゴムみたい。そう、ということはお魚に逃げにくい。じゃあお魚に優しい。お魚に優しい。お魚の体に傷がつかない。柔らかい、めっちゃ。ねえ、なんでチェキじゃないの？チェキじゃなかったけど、また届くの、チェキは。こうちょったら、こう電話あったら届かんし。もちろん買ってない。これ何メートル？それはね、ね、わからん。見て、95センチとかじゃないの？これいいやん。見て、透明で透ける。これ、中に入れたらさ、うん、あのさ、これまだこんなんやきさ、うん、匂いが匂いにくいとか、匂いが匂いにくいとか、匂いが匂い、あ、折りたたみや。折りたたみ、こっちの玉も折りたたみ。こうなっちゅうの、はい、これ長くするためにこうなります。はい、はい、で、ここでこの下のこれが動いて、はい、パチッと止まる。はいはいはい。で、戻すときも、はい、これ戻すときはこれをなんか下に下げて。こうです。ベシ。ねえねえ、パパこれすごいで、見て。はい、折りたたみ。折りたたみ、いいね。え、これしか伸びんが？これはボートで使う木。あ、ボート焼き短いから。そう。あ、今度ボートで行く。そうなの、気づいた。今度ボートで行く気。これボートで釣るにちょうどやろ。ボートにはちょうど氷とか釣れたら救う。いいでしょう、このラバーネット、なかなかいいですね。またね、チェキ凍ってね。新品の匂いがする。へえー、ほら、見て見てって、うんうん、見て欲しいの。ね、今回こちらはね、いただきましたので。あ、ほんま。はい。え、ただ？そうです。ですので、お魚をいっぱいすくうて、これにいっぱい入れて、それで動画完成ということになりますので、はい、今度、ボートで釣りに行きましょう。はい。なんか言うて。宇宙人。同時に言うが。よし、じゃあちょっと、すくうてみろか。実際の釣り場でも使うけど、まぁ、あ、ちょっとどんなもんかね。玉がある、その玉すくうて。はい、玉すくえたと。ほんで、海里はこれにお水入れて。で、その中に玉入れてみろ。お水を入れて、
たんま入れて、でここ見える、もうちょっと水入れる、うん、オッケーオッケー、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます。ばっかに2個持ってるよ今、うん、で問題出すで、うん、この白いのと透明なの違いがあるけどどうかわかる、色以外に、こっちも折りたたみだね、うん、大きくね違いがあるわって、色以外、紐の細さ、あ、まあそういうことではない、紐を取り外せるわって、こっち、うん、食べて、もうちょっとこうカラビナつけて、こう紐が取り外せるようになっちゅうがね、なっちゅうというか支柱がね、もともとはここにこれひっついたとかいい、うん、ここをパチンと切ったかって、うん、でカラビナつけて外せるしつけれるしというふうに改造してます、うん、本当は全部こういうふうになっちゅうき、うん、ひっついちゅうだって、なんでこうした方が、なんでこんなことしちゅうかわかる？普通に、うん、海とかやったら、うん、こうめっちゃ高いところから下に水があるき、うん、こう紐でこうやらないかんけど、はい、でも低い川やったら紐がこうプラプラしよったら邪魔だな、はあ、それも一個あります、紐が邪魔な時がある、確かに、だから外せれる、それがまず一つで、もう一つはこれにパンパンに水入れたら結構重たいと、うん、で紐で高いところから水汲むとき、この紐でこうやって落として、で水汲んでこうやって紐で引っ張るわけど、うん、こうやってまっすぐやん、うん、こうやって紐でぶら下げて、こうやって持って、こうやって横向くろ、うん、横向いたら水がいっぱいに入らんがって、うん、ああそういうことか、うん、ほら軽いやん、半分ぐらいしか水入らんやん、これやったら、うん、ほんなら軽い木も上げ持ちやすいがよ、これでも傾いちゅう、パンパンに水が入らんがって、これって入れたくなくてもパンパンに水が入ってしまって、もう重とうて上げれんなるがよ、だからこうやってちゅうわ、傾く木水があんまり入らんようにできる、あともう一個便利なのが、お魚釣った時にこの紐だけにして、この紐に魚くっつけて海に放り込んで生かしとける、ストリンガーにもなるし、血抜きの時の道具にも使えるということで、バッカンの紐を便利に使う方法の紹介でした。だもんでこちらも同じようにしたいと思います。ちなみにこのカラビナは100均のだとすぐこのバネがね錆びていかんなるっていう、これホームセンターで買ったやつやけど、もう何年も使えるけど、海水で全然まだ現役です。だからカラビナはちょっと映画を使った方がいいと思います。ありがとうございました。さあ次はどちらの動画をご覧になりますか、こっちこっちこっち、やっぱこっち、どっちの方が面白いかな、まあ全部見ていただければ嬉しいと思います、飼い主の皆さん、いつも本当にありがとうございます、ありがとうございます、助かってます、またお願いします。